今回はピアノが上手くなる練習の継続率を上げる方法というテーマでお話しします継続は力なりと言いますがピアノが上手くなるためには練習を絶やさないことがとても大切となりますある一日だけ練習をものすごく頑張ってもその後数日サボってしまうとせっかくの努力も水の泡となってしまいます上達するためには上へ登ることも大切ですがずり落ちないことも大切です つまり練習をいかに継続するかがピアノ上達には欠かせません今回はどうしたら練習を継続して行っていけるかその方法を一緒に学んでいきましょうまずはメモの準備とチャンネル登録をよろしくお願いしますそれではレッスンを始めますよろしくお願いします練習を継続させるには練習を継続できる仕組みづくりをしておくことが大切です例えば 毎日決めた時間だけはピアノの練習を最優先とする生活スタイルを築いたり朝晩の静かな時間帯に譜読みやアンプの確認を電子ピアノで行う習慣にしたりといった具合ですまた練習の中で次の練習の課題ややることをある程度決めてしまいましょう次の日の練習にスムーズに入れると波に乗れますし一日で何とかしてやろうと意地になって練習するよりも コンスタントに集中して練習を積み重ねていった方が成果が上がることはとても多いです。また続けられない無理はしないことも大切なポイントです。どうしても忙しい日は練習曲だけを短時間で行うのみにするとか、昨日の練習内容の復習のみに当てるなど、完璧主義ではなく最善主義でベストではなくベターな選択をするようにすることも練習の継続率を高めるには大切なことです。 無理ばかりして結局苦しくなって練習を絶やしてしまうなら無理なく確実な道を進む方がはるかに成果につながります以上今回のレッスンのまとめをすると練習の継続率を上げるには1練習できる仕組み作りをする2練習に臨む時次の練習のプランをあらかじめ立てながら練習を進める3できない無理はしないとなります私もこうして YouTube で動画を発信し続けておりますが、以上3つのポイントをとても大切にしながら動画をアップし続けております。動画をアップし続けられる仕組み作りを日々少しずつ改善し、今後どんな動画をアップしていこうか、あらかじめプランを立て、今できそうにもないことには手を出さないで、できることに集中して動画をアップし続けております。そうした中、嬉しいことにこうして、 あなたの貴重な時間をいただいて動画をご覧いただけているのは動画をアップし続けているからこそと思います動画の質もなかなか良くなっていかず申し訳ないなぁと思いつつも自分なりにできる努力の中少しずつ質を高めこれからも動画をアップし続けていきたいと思っております今後ともどうぞよろしくお願いしますあなたも私に負けないようにピアノ練習を継続させてくださいね 今回のレッスンはここまでです。この動画がお役に立てましたら高評価ボタンを押していただけますと励みになります。次のレッスンはピアノが上手くなる人は本番の後を大切にするというテーマでお届けいたします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録してチェックしてみてください。それでは楽しいピアノライフを。